こんにちは、JP です。今回は仮面ライダードライブの食玩、SG シフトカーの第2弾が発売されましたので、レビューしたいと思います。今回の第2弾は全5種類。ミッドナイトシャドウ、スピンミキサー、ドリームベガス、ディメンションキャブ、そして、今のところデラックス版の発売予定はなし、フッキング、レッカー、以上の全5種類のラインナップになってます。やっぱり今回大注目なのは、フッキングレッカーですね。残りの4つはすでにデラックス版をレビューしています。4つともとりあえず開けちゃいますけれども、こちらが SG2、こっちがデラックス版。どのシフトカーも見た目の違いはほとんどありませんね。異なる点は裏面のシール。やはり SG 版はデラックス版のシルバーのシールではなくてノーマルのシールになってます。そしてやはりSG 版ガシャポン版特有のクリック、デラックス版のようなスムーズな変形はできない仕様ですね。シフトブレスにセットした時のシフト操作感も SG1 と一緒、デラックスよりも小気味いい感触ですね。ではフッキングレッカーを開けていきましょう。ボディのクリアグリーンとクレーンのイエロー、オレンジかな、とっても綺麗ですね。しかもここのクレーンとボディの間にテープが挟まってますね。ということはクレーンは動く。ちょっとですけどね、動くんだ、すごい。でこのテープを剥がしてあげて、はい、こちらがシフトフッキングレッカーです。今週の放送で大活躍しましたね。ドライブのタイプワイルドがフッキングレッカーを使ってクレーンをブンブン回しているのが印象的でした。タイヤはタイプワイルド系で大きいタイヤ、ボディは深いクリアグリーンですね。真ん中にはランプがついていて、その後ろにもうだいたい車体の半分ぐらいの長さのちょっと濃いめのイエローのクレーンが搭載されています。クレーンはここからここまでちょっとですけれども動かすこともできます。稼働するシフトカーって何気に初めてですよね。こういうギミックは嬉しいですね。シフトカーの全体はこんな感じで、裏面はこうなってます。シールはフックの形をしたシルエットになってますね。もちろんコロ走行とシフトノブへの変形もできます。ちなみにクレーンの先端はフック形状になっているので、ちょっとしたものなら引っ張れます。それではドライブドライバーを使ってディスプレイパターンと音声の確認です。続いてブレイクガンナーを使って音声確認。はい、ということで今回は食玩の仮面ライダードライブ SG シフトカーの第2弾をご紹介しました。今のところ SG 限定のフッキングレッカーはもちろん、シフトカー単体で発売されていないミッドナイトシャドウ、トライドロン付属だったりとかガシャポンだったりで、この辺の2台は特に人気が出そうですね。以上 SG シフトカー2のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。